俺たちの間を一気に引き裂く始まりになったのは、千尋があの作戦に参加してからです。今回の任務はサイベルの極秘作戦であることを先に知らすと。グラークアルファ作戦は潜入捜査だった。作戦は失敗した。捜査員5名は処刑された。だが彼女だけは生きて帰ってきたんだ。家計の狙いは？彼はサルドニア共和国のテロリストから共闘を求められ、大統領を暗殺しようとしていた。あなたは家計との取引に応じながらも裏で侵害を使って家計を殺そうとしていたんですね。はい。そして証拠隠滅のために侵害和彦も処分しようとした。重要な部分が抜けてる。どうして若松啓司は俺の妻を利用できたのか。黒幕はあの人だ。クラッケル、村井警視官から離れてください。この計画に気づき邪魔する人間がいるとしたら君しかいない。だから彼女を巻き込んだ。君が冷静でいられないようにするために。千尋をどうやって利用した？彼女は私の元部下だ。元部下だからではなくて、元恋人だったからだろう。あなたは家計にテロを起こしてほしかった。その通りだ。なぜあなたが日本でテロを起こしたかったのか、それは答えなくていい。もう分かっていますから。こいつは凶悪な犯罪者だ。こいつらがまた何をしでかすか分からない。真実を公表する。そんなことはさせません。この国の警察組織の権威が地に落ちる。だからって黙ってられるか。世間は真実なんて求めてない。謎の女を捕まえたのか？あの女は俺の妻だ。まだ何か企んでるんですか？絶対にあんたの思い通りにはさせない。おい、大丈夫か？おい、どっかに逃げるつもりだったんだろう。だったら今すぐここから消えろ。俺は気づいたんだ。秩序を乱すのが俺の役割だってことに。モズ木曜夜9時。お前は完全にイカれてる。